1533年に作られた、羅針儀、海図10世紀のベラムを藍染めし、金で書かれたコーランベラムとは、子牛などの動物の皮を舐めして作った、皮紙である。パーチメントが、この素材のカテゴリーに含まれたり別名とされる。しかし厳密に言えば、パーチメントが、ヤギから作られるのに対し、ベラムと呼ばれるものは、子牛から作られたもの、もしくは高級な紙を指す。今日においては、 質感が似た紙などにも使用される。ベラムは一般的に滑らかで耐久性があるが、処理方法によって大きく異なる。ラテン語で、子牛から作ったを意味するビトゥーラナムを由来とし、古フランス語で、古牛比を意味するベリンを通して、ベラムとなった。ヨーロッパでは、ローマ時代から、ベラムという用語は、子牛、子羊、ヤギ、その他などの皮から作られた。 高品質な紙の故障として使用された。最高品質とされるウテリネベラムは、シザンジタイジの皮から作られると言われていたが、若い動物の皮から作られたものにも使用される。しかしながら、これらの用語の境界については長い間ぼやけていた。元の語源に近いフランスでは、子牛だけからのものとしているが、英国企画協会では種に関係なく、 裂けた皮から作られたものとしてパーチメント、裂けてないものをベラムと定義した。製本などの実務者レベルでは、甲子製のものがベラム、それ以外はパーチメントとしている。生皮を石灰や水で洗い、石灰水に1日から数日晒し、毛を柔らかくしてから除去する。綺麗になったところで内側と外側を区別して処理する。内側の面は、 外側の生前の傷などがある面より綺麗である。また膜にはベイニングと呼ばれるパターンがある。残った毛を吸ったりなどして除去し、ハースと呼ばれるフレームに取り付け乾燥させる。その際は外周部に小石を包みあぶけないよう紐で引っ張る。まだ濡れているうちに軽石の粉を内側面にするなどの工程を行う作業者もいた。 皮はコラーゲンからなるので、一度乾燥すると形状が保持される。その後、三日月型のナイフで最後の毛の処理を行う。使用者の要求するサイズに裁断する。丸い、平らなもので擦り、インクを染み込みやすくする。滑らかで白くするために、石灰、小麦粉などをこすりつける作業や、別の色に染色することもあった。半透明であるため今では、トレーシングペーパー、 別名、偽用筆紙が使用されるような書き写しや青図などに使用されていた。また、政府機関などの格式のある書類で使用されていた。しかし、1849年以来使用していた英国議会は年間8万ポンドのコスト削減のため2016年に終了した。1500年以降では広く画家が使用するキャンバスとして使用されていたが、水彩画の技法が広がると、 にじみの効果が悪かったため別の紙が使用されるようになった。その他、聖本寺のカバーやリンプベラム想定、ユダヤ教の経典、バンジョーやバウロンなどの楽器を使用するオーケストラ等で使用される。製造が煩雑で代替品もあることから製造量は低下しており、イギリスのバッキンガム社を本拠地とするウィリアム・カウリーが唯一の会社となっている。ありがとうございます。